はい、こんにちは、ライムです。今回は士官10回推奨戦力10万、今現状出てるダンジョンの中では最難関のところですね。今回こちらを攻略していこうかなと思います。前回の動画で覇王の記憶のね、10回の戦力7万2000で攻略できる周回方法をね、紹介したと思うんですが、今回はこちら行きます。はい、で皆さんもう士官の記憶とかね、まあこの10回じゃなくてもね、9回8回とかまあやってきたと思うんですよ。そうなってくるとやっぱお分かりの通りね、暗闇がねとにかく厄介というところで、その対処をどうするかというところなんですけど、まあその辺も含めてまあ割と安定しますね。暗闇に関してもね、今回教えるというか、まあ、実際お見せする方法でやればある程度安定するので、まあ、この方法で周回するのがいいのではないかというところで、まずパーティー編成から紹介したいと思います。はい、こんな感じですね。戦力8万8000ですが、これもうちょっと戦力下がってても大丈夫かなと思われます。今回使うのがですね、まずサブアタッカーが1名、まあ、今回の場合 9S で、いや、あと2人が 2B と A2 使ってますが、まあ、他のアタッカーでも大丈夫です。アタッカー2人という感じで編成しておりますね。多分ね、今回このサブアタッカー1にアタッカー2人というところで、まあ、何がしたいかっていうと、まあ、最初に言うとですね、要するに暗闇攻撃がすごい厄介なんですよね、士官はね。暗闇攻撃の運ゲーで、その後ね、暗闇を食らったが最後、もう攻撃が当たるか当たらないか、その前にやられてしまうかみたいな。ね、やるかやられるかのね、瀬戸際になってしまうと。そこがちょっと安定しないでね。じゃあそこを安定させたい。じゃあどうする？暗闇が来る前に倒してしまおうという編成なんだよね。だから、そう、だから戦闘自体は結構早めに終わるし、まあこれがやっぱり一番、まあ安定するのかなと。まあもちろん耐久編成とかね、そういったこともね、してる方もいますが、まあ僕はもう火力推しで、まあ攻撃される前に倒してしまうっていう感じですね。はい。ということで、9S から紹介していこうかなと思いますが、装備はですね、9S に関してはあえて戦力を落とすためにわざと装備外しちゃって、てるんですよね。装備外しちゃってますが、こんな感じです。まあ要するに 9S は何のために入れてるかっていうと、デバフだよね。デバフとあとコンボ稼ぎ、そうコンボ結構重要になってくるので、まあ最初 9S の攻撃の始動から始まって、まあデバフを入れて、最後にねフィニッシャーで、まあ 2B、A2 という流れで攻撃を打っていくっていうことなんですけど、まあ なので 9S の装備品に関してはほとんど何でもいいみたいな状況ですらある。そうそうそう。まあ、なるべくならもちろん攻撃力が高い方がね、他のアタッカーの負担も少なく済むんですけど、なんで一応今回、あえて戦力を下げるためにこんな感じにしておりますが、まあ、耐久寄りにしてる感じだね。メモリーも、これは、帝王学シリーズか。で、HP 上げてると。いう感じですね。少なくともまあ 9S の仕事はまあ絶対に倒れないっていうことが大事なので。であとメイン武器ね。メイン武器でこちら、トタンの剣使ってますが、これがスキルでデバフできます。16% ダウンで 10秒間しか持続しないんで、まあこれだからちょっとシビアだけどね。これが多分キャラスキルまでは多分このデバフ 入らないんじゃないかなっていう感じがするんですけど、まあ、なるべくなら後ろに行ってって軽く出せるようにね、感じで打っていきたいですけどね。一応だからデバフでサポートというところがポイントです。まあそれぐらいですかね。9S はあんまり正直装備に関しては何でもいいのかなという感じがあります。で次サブアタッカー2例、2B。で、まあ今回士官の敵が光属性ということで闇属性の武器持たせてます。はい。で武器がヨルファ正式高等。これ幻突で進化状態ですね。はい。こんな感じまで育ってます。で、メモリーが、王と民シリーズ使ってますけど、ここはあれでもいい。争いの契機。これ A2 に持たせてるメモリーですけど、争いの契機でもよくて、まあ攻撃力が上がるメモリーですね。なるべく攻撃力を上げたい。まあこんな感じで、ちょっと、弱めのね、メモリーも装備させていたりとかってところで、戦力はまあ若干調整してる感じはあるんですけど、まあなるべくなら攻撃力高い方に持っていきたいかなという感じです。
で A2 でこちらメイン武器進化させてません。普通に黒の結名をレベル60にしただけと、もというものになっております。でメモリーが先ほど言った通り争いの契機ですね、まあ、攻撃力 30% 上がるんで、まあ他にね強いメモリーがあればそちらを使ってくれて全然構いません。むしろそっちの方がね、もう揃ってる方、メモリー厳選とか済んでる方であれば、その攻撃力アップ 20%3 つつけて 60% アップとかそういったことも全然できると思うので、うん、そっちの方が結果的に争いの契機使うよりも攻撃力上がったりとかするんで、そこら辺も目指してもいいんじゃないかなという感じがします。はいはい、ということでやっていきましょう。これより任務、これまあ今回お見せ、しっかりお見せするという意味でも倍速モードは切らせていただいてるので、で雑魚戦でのポイントですけど、なるべくならキャラスキル貯めていきたいんですよ。うん、まあできるならキャラスキルのゲージは、まあ、75% までいかなくてもそれぐらいは貯め、 60% とかね、それぐらいは貯めておきたいかなと。雑魚戦でボス戦でね、たまに切らずギリギリ火力足らないとかっていうことがあるんで、 9S っていうか、まあ1人アタッカーの1人は本当にね火力すごい下げちゃっても大丈夫ですね。あえて他の2体火力上げても1体だけ火力をもうめちゃめちゃ下げるとか、そういうやり方しても全然いいと思います。むしろそうしないと中途半端なね、これぐらいの今火力を落としてる状態だとちょっと微妙かもしれない。そう、スキルが、キャラスキルが溜まりきることが大事なので、ちょっと 2B 怪しいかな、ちょっと 2B 怪しいね、ちょっと 2B 怪しいんで 2B2 発目に置きましょう。で真ん中タップ、ボスタップして先にお供スキルから発動します。これでいいでしょう。これで多分ね 2B のキャラスキル間に合わないんじゃないかな。この感じだとね、敵のボスまでの、敵の攻撃までに間に合わないと思うので 2B は諦めて、さあ削り切れるかな。あと 9S のコンボ入って、あと A2 のフィニッシュで引きます。 OK、 いけたね。 OKOK、 でボスさえ倒せればもう暗闇攻撃もないのでド安定ですね。これでどうぞ。あとはもう通常攻撃だけでも勝てますね。というような立ち回りですかね。だから暗闇食らう前に倒せちゃえば出ないしね、星をメモリー出なかったですけどこれ試し打ちやってる時はね、星をメモリー 1枚落ちたんですけどね。はい、とまあこんな感じで一応士官の10回を周回することができます。ただやっぱりまあほんとね、ちょっとギリギリ倒せるか倒せないかぐらいのその火力だと自己死とかね、そういった場合もあったりするので、まあここまで無理してやる必要はないです。8回でも9回でも落ちるんで、まあ、そっちで周回しやすいところを選んで周回するのが一応正解だとは思うんですけど、とりあえずこんな感じで10回いけます。で火力が上がってくれば、仮にメモリーの源泉がだんだんこう進んできて、ね、火力が上がってくればね、10回もある程度余裕出てくると思うんで、また周回方法等も変わってくるとは思いますけど、とりあえず今こんな感じでいけたりするんで、ぜひね皆さん参考にやってみてください。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。